皆さん、明けましておめでとうございます。肌の再生医療の北条元春です。今年もどうぞよろしくお願いいたします。というかですね、この番組、実はまだ去年のうちに撮ってるんですけども、まあ、テレビ番組でもね、よくやることですので、まあ、でも心はもう正月気分になって、この動画を撮影しています。まあ、改めて本当に、今年もよろしくお願いいたします。ということでですね、まあ、新年というと、まず思い浮かぶのは書き初めということですので、今日、何十年ぶりだろうかな、まあ、書き初め、まあ、ディレクターの方が、用意してくれたので、字がすっごい下手なんですけどね、まあ、ちょっと書いてみようかなというふうに思います。それでは、はい。いきますか。はい、お願いします。自分の名前って書き慣れてるけど一番難しいよね。難しいですね。はいはい、ありがとうございます。以上でございます。そちらで大丈夫ですか？大丈夫です。はい。じゃあ。はい。感謝ということですね。もう非常に言い古された二字熟語なんですけれども、年を経るごとにいろんな意味でやっぱりこの言葉って変遷してくるんですね。例えば、親に感謝するとか、友達に感謝するとか、ありがとうという言葉なんですけれども、非常に広い意味を、だんだん年を取ってくると広い意味を持って、できてますね、今は。まあ、あまりを大冗談に構えたくはないんですけども、社会そのものに感謝をするとか、そんな気持ちになってきましたかね。で、一番、まあ、覚えてるのが、結構俺、運転、昔、今はほとんどやらないんだけど、もう自転車ばっかりなんだけど、昔車を運転してる時に結構違反するのね。違反者恐怖っていうところに行くのね。で、その時にね、こう、とくとくと説教するわけなんだよね。はい、違反者講習の時に。その時に、まあ、初老かな、もう、警察を引退したのかな、わかんないけど、こう、講演してくれて、皆さんこんにちはって話し始めて、ここに来ている人は、多分、皆さんすごく運転がうまいんだと思いますっていうところから始まったの。はいはいはい、はい。なので、やっぱりこう、社会の枠に入りこらきれずに、ついつい自分の枠で運転しちゃって違反しちゃったんですよねって、みんな運転うまいからみたいな褒め言葉から始まって、で、最後に何を言いたかったかというと、みんなは運転うまいのは私もよく知ってると。でも世の中には運転が下手な人もいるんだよ。それから道を歩くこともままならない人もいるんだよ。でもその行動っていうのは、運転がうまいあなたたちだけが使うんじゃなくて、運転が下手な人、うまく歩けない人、チャリを使う人、全員が使うので、そういう道を作った、そのことに感謝をして運転してください。いいこと言うんで、今でも覚えてるんだけど、あ、そうだな、と思って、いろんな人がいるじゃない。で、多分道っていうのは、お年寄りもいれば、子供もいれば、歩けない人もいれば、まあ、違反するような熊をブイブイ言わす人もいれば、でも一つのところをみんなで感謝して使うっていう思想が大事なんだよって言われて、いや、自動車教習所の、まあ、もう、すごくいいこと言うな、
って思ったのは今でも覚えてて、まあだから感謝っていう言葉って結構普遍的にいろんなところに広がるかなと思うんだよね。YouTube とはいえ、うん、やっぱいろんな動画がこうアップロードをどん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 されてってる中、うん、やっぱりこう、うん、チャンネル登録もしていただいて、そう。ね、こう見ていただいてっていう方にもやっぱ感謝もありますしね。だからそう見ていただいてる。それからもちろんその間違った美容法とか健康法とかっていうんだけれども、常に自分のこの発信している動画っていうのは誰に感謝をしているのかとか、どういうことを尊重しているのかとか、まあ、悪口を言わないっていう、そういうような表層的なことではなくて、やっぱりそういうような感謝の気持ちを持って、今年もやっていきたいと思ってます。ということで、皆さん、ちょっと、まあ、なんていうか、言いこぶった発言になっちゃいましたけど、でも基本的にはね、そういうような感謝の気持ちを持って、今年もやっていきますので、皆さん、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。